内側側副靭帯と半月板をやったから、半月板の手術を先にしたんですよ、うん、そしたら前十字がもう切れかけてて、はい、もうできないみたいな、また1ヶ月後に手術しますって、うん、そうするともう3年の間1回もプレーできませんってなって、うん、でその時に親にもうちょっとプロは諦めて就職しようかなっていうのをちょっとこう弱音を吐いてしまって、うんうん、やっぱりもう雰囲気はガラッと変わりましたか、そのなかなか勝てない時期、全然違います、ね、ここ最近っていうのは、そのやっぱ負けてる時とかは練習でもなんだろうな、普段やっぱミスらないようなミスを練習でもしてたんですよ、まあ、僕に限らずこうこんなイージーなトラップミスとかあったんですけど、うん、今の練習は本当にないし、噛み合ってないとか焦りとかから来るものでしか考えられないぐらいの感じで、うん、そう明確にこう何がダメ何がダメじゃん、はい、なかったんで、もともと持ってたものが出せるようになってるだけの感じで、だから一昨年の面談の時ですね、年末の時にこうやってみないかっていうのを言われて、こうその当時下田監督だったんですけど、まああのビルドアップができて運動量があって運動能力がある選手っていうのはなかなか、で左利きっていうのがあったんで、まあ、それをこう話したら日本サッカー協会にずっと在籍してた方で、やっぱ左サイドバックはいないからっていうのがあって、うん、で絶対そこに食い込めるからやってほしいっていうのを言われて、けど納得全くいかなくて、そうだよね、ふざけんなと思って、それも分かるけど、ボランチとしての自分をもっと認めてほしい自分もいるわけですよね。そうです、そう、じゃあ逆にその3年間とか中盤でやってきたのは何だったのか、大宮のそうですね、契約サイドハウスね、中盤をやってきたのは何でだったんだろうと思って、まあでも逆にそこでも限界を感じてたところも多分あったから、やっぱこう J1 に行けてないのが現状で、3年、2年3年やってもプロ J2 の選手で、でこう順位も下の方で、それもあったんで、でこう自分に対して深くああしろこうしろでは なかったんですけど、こっちの選択肢があるよとか、今ここ取っとけばこうじゃないみたいなのをこうパッとそのコーチングというか、こう隣で一番近くにいて見てくれてるんですよ、でこうちっちゃい小声でこう言ってくれてるんで、ああこんな感じかっていうのをそう毎回毎回修正しながら、あ本当に感覚的に、でも減りました、だからその多分最初すごいなんかこうブツ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 言われてたんですけど、今はその言われなくなって、なんか自然とこうできるようになってるのかなとか、見る方向決まってるのかな